おはこんばんちは、伊藤です。マスターランプの更新や、マムダイが武器が実装されたことで、大量に武器が増えたので、最近、霊脈の固有骨が枯渇することが多くなってきました。霊脈の固有骨は主に、武器のカスタム強化で使用し、導きの血の、歴戦固有の剥ぎ取りや、落とし物で手に入れることができます。意外と多く使う素材なので、枯渇したという方も多いのではないでしょうか。ということで今回は、導きの血、霊脈の固有骨を、ひとたびで大量に手に入れる方法、について、ご紹介します。今さら感がある方もいると思いますが、マルチで導きの血で旅をしているときに、落とし物欲しくないのかなと思うことが時々あるので、もしかしたら知らない方もいるかもしれないと思い、私がいつも使っている装備の紹介も兼ねて、実践していきたいと思います。はい、早速装備の紹介です。武器は、安定と実績の、敵が鉄鋼ヘビーでおなじみ、鬼人大砲、重心。防具は上から、頭、EX ブラキウムヘルムベータ。防、EX ブラキウムメイルベータ。腕、EX ブラキウムアームアルファ。腰、EX ブラキウムコイルアルファ。足、EX 聖典の具足ベータ。墓石は、ラハモノの墓石。装備は、天神の装備と、アサシンの装備を採用しています。アサシンの装備の代わりに、不動の装備でもいいと思います。スキルは、挑戦者レベル7、攻術レベル5、ガード性能レベル5、睡眠属性強化レベル4、体力増強レベル3、装填拡張レベル3、弱点特攻レベル1、回避距離アップレベル3、地質学レベル1、スリンダー装填数アップレベル1、整備レベル1、弾丸節約。シリーズスキルで、挑戦者の極意と、攻術の極意が発動しています。防弾カスタムでは、反動抑制パーツを2つと、リロード補助パーツ2つ、シールドパーツを1つ採用しています。これで、レベル3鉄鋼榴弾を、反動中、リロード普通、レベル2睡眠弾を、反動中、リロード普通で撃つことができます。反動中、リロード普通は、撃つときやリロード時にも、足を止めることなく歩きながら行うことができます。それでは、導きの地へ行ってみましょう。はるばるやってきました。導きの地。相手は、基本的に固有なら何でもいいんですが、今回相手にするのは、歴戦ことごとくを滅ぼすネルギガンテ。場所は、氷雪地帯になります。モンスターは何でもいいんですが、できれば機敏やネルギガンテ等の、睡眠が効きやすい敵がおすすめです。コトネギは氷雪地帯以外だと近いレベル7でも、歴戦じゃない通常個体が出る可能性があるので、必ずレベル7の氷雪地帯を選択しましょう。氷雪地帯の前には、種火石と、ホットドリンクがあるので、忘れた方は採取しておきます。早速ホットドリンクを飲んで、基本的に初手は、ぶっ飛ばしからやっていきましょう。いました。天神を着て、ぐぬ。ぐぬぬ、こういう、クラッチが苦手な方は、素直に不動の装備を着ることをおすすめします。カメゴーン。落とし物が落ちたので拾っていきましょう。地質学がついているので、一つの落とし物に対して、2回拾うことができます。スリンガー装填数アップがついているので、続けてぶっ飛ばしをしていきましょう。最初の落とし物で、一つ霊脈の固有骨が出ていましたね。2回ぶっ飛ばすと起こるので、眠らせる準備をします。最初は、睡眠弾3発で眠るので2発だけ撃っておきましょう。壁際におびき寄せて、とどめの睡眠弾を叩き込みます。寝たので、近くの弾け結晶を採取して、ぶっ飛ばしの準備をします。あれ、なんで起きてるんでしょうか？種火石が悪さをしているのかな？まあ、いいや。ぶっ飛ばしていきます。できれば天神が残っているうちに、ぶっ飛ば
増しをしていくようにしましょう。なかなか出ないですね。もがいている間も特に攻撃しなくて大丈夫です。こういう時は一旦安全なところに退避してチャンスを伺います。とりあえず天心を気がさないように心がけましょう。ぶっ飛ばしを3、4回行うとひずみによって普段より多く落とし物を落とします。大量大量、落とし物を落とすタイミングとしてはぶっ飛ばし、ひずみ、部位破壊などがあります。そろそろ天心が切れそうなので普通に攻撃をしていきましょう。鉄鋼榴弾を顔や前足あたりに打ち込んでいき、スタンを願います。顔は比較的ひずみ値が低いので歪ませて落とし物を願いましょう。ついでにスタンも願えるのでお得です。ちなみに鉄鋼榴弾は持ち込み最大数が9と奇数なので、残り弾数が5や3などの奇数の時に調合を行うと節約することができます。こういうスタンの伴わないダウン時には落とし物があるので後で探してみましょう。すぐにでも拾いたいところですが、天心も使えない攻撃チャンスなので、できる限り打っていきます。こういう方向も、弾調合はすることができるので、タイミングと余裕があるときは調合しても効率的です。敵の攻撃は回避しがちですが、ガード性能があるので、できる限り耐えることをお勧めします。本当にヤバそうな時は回避距離レベル3を生かして離脱するようにしましょう。ひずみダウンとスタンが重なってきましたね。琴ネギさんも忙しそうです。だいぶお疲れですね。またひずみました。落とし物は一定時間経過すると消えてしまうので、消えないうちに拾っていくようにしましょう。安全を確認して、大量大量、おっと操作ミスで突っ込んでしまいました。いつの間にか怒り状態が解除されていますね。こういう時の隙を見てぶっ飛ばしを願っていきましょう。意外と大きな隙がなかったりするので無理に願わなくても大丈夫です。天心がないので大きいモーションが出るまでじっくり待ちます。今です。カレゴーン、部位破壊したので2つ落とし物が出ました。こんな感じで天心が戻ったがまた睡眠カレゴーン、決めたが鉄鋼ひずみと怒り解除でのカレゴーンで落とし物を拾っていきます。ここからはダイジェストでいきましょう。怒り解除の2回目です。ひずみダウンです。ちなみに寝るギガンテは寝るときは仰向けになるので、ぶっ飛ばしたい方向からクラッチすると起きたときに逆になるのでスムーズにできます。睡眠カレゴンの2回目です。ひずみダウンです。睡眠カレゴンの1回目です。睡眠カレゴンの2回目でしたが、ひずみになってしまいましたね。肉を切らせて骨を断つ、ひずみです。お疲れちゃんです。カーラーのひずみダウンです。部位破壊です。部位破壊です。
禁止睡眠カメドン1回目です。ひずみダウンです。はい、お疲れ様でした。最後は5回目の睡眠カメドンでとどめとなりました。最後は珍しくない霊脈釜が大量に出ましたが、別のことネギのイベントクエストで大量に手に入るので希少価値が薄れましたね。はい、いかがだったでしょうか。今回はことネギ一体の討伐で20個の霊脈の固有骨をゲットできました。その他にも大霊脈釜や歴戦素材もたくさん手に入ったので、貧血の場合は売ればお金にもなりますし、強化に使うこともできますね。今回ご紹介したヘビーボウガン構成のいいところは、強力なガードができず、スタンや歪みを願いやすい、そして何よりも睡眠を意図したタイミングで入れることができることが一番の強みだと思います。導きの地で固有に苦戦している方や歴戦素材を集めたい方はぜひ試してみてください。今回の内容が参考になったと思っていただけましたが、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。星がまた瞬く真夜中に大きな月が顔出して